皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディ、イバスタの時間です。この動画は、小学校1年生、算数、図を使って考えようの1時間目の内容です。この学習では、問題を図で表して、式を考えたり、計算したりすることができるようになってほしいと思います。それでは、教科書155ページを開いてください。遊園地の入り口にたくさんの人が並んでいますね。では、一緒に学習問題を読んでみましょう。ヒロさんの前には3人います。後ろには4人います。みんなで何人いますか？では、ここで一度動画を止めて、ノートに問題を書きましょう。終わったら続きを再生してくださいね。今日は図を使って式を考えましょうを目当てとします。人や物を図で表す場合は、丸などの簡単な記号にすると表しやすいでしょう。また、数えたものの数を図の上や下に書き込みましょう。ではここで一旦動画を止めて、先ほどの問題の図、式、答えを書いてみましょう。図は書けましたか？では、カルロスさんの考えを見てみましょう。僕は、ヒロさんの前に3人いるから3個丸を書きました。次に後ろに4人いるから4個丸を書きました。だから式は3たす4で答えは7人だと思います。ふむふむ、問題文に出てきた人の数を足したんですね。では他の人の考えも見てみましょう。僕はヒロさんの前に3人いるから3個丸を書きました。真ん中にはヒロさんがいるから1個丸を書いて分かりやすいように色を塗りました。そしてその後ろに4人いるから4個丸を書きました。だから全員の人数を求める式は3たす1たす4になりました。なので、答えは8人だと思います。なるほど。ヒロさんもこの列に並んでいることを忘れていました。ユウトさんの図を見ると、みんながどんな風に並んでいるのか、わかりやすいですね。それでは、今回のまとめです。場面を図に表すと、どんな計算になるかわかりやすくなります。では、動画を止めて、まとめをノートに書きましょう。それでは、教科書156ページを開いてください。鉛筆問題の1を解いてみましょう。先ほどの問題と同じように、問題を図で表して式を立てましょう。では、一度動画を止めて取り組みましょう。皆さん書けましたか？それでは答えを確認しましょう。リカさんの前には5人いるから、5。リカさんがいるから1を足して、後ろには3人いるから3。全員を求める式は5足す1足す3。答えは9人ですね。皆さん、できましたか？それでは、
茨城オンラインスタディ小学校1年生算数図を使って考えようの1時間目を終わりにします。皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は小学校1年生算数図を使って考えようの2時間目の内容です。一緒に勉強頑張りましょう。それでは、教科書157ページを開いてください。遊園地でジェットコースターに乗っている人たちがいますね。では、一緒に学習問題を読んでみましょう。ミキさんは前から6番目にいます。後ろには4人います。みんなで何人いますか？おやおや、木に隠れて全員数えることができませんね。それでは、前の時間に勉強したように、図を書いて、式、答えを求めることにしましょう。では、ここで一度動画を止めて、ノートに問題と、図、式、答えを書きましょう。終わったら、続きを再生してくださいね。皆さん書けましたか？それでは答えを確認しましょう。ミキさんは前から6番目だから6人の中にミキさんが入っていることになります。なので6番目の丸を黒く塗りました。1時間目とは違いますね。そしてミキさんの後ろには4人いるから4つ丸を書きました。この図から式を求めると6たす4は10。答えは10人ですね。皆さんできましたか？それでは練習問題に挑戦しましょう。教科書157ページの下にあるさらに考えようを解いてみましょう。先ほどの問題と同じように問題を図で表して式を立てましょう。では一旦動画を止めて取り組みましょう。皆さん書けましたか？それでは答えを確認しましょう。全員で8人の人が並んでいるので8個丸を書きました。りくさんは前から3番目なので3つ目の丸を黒く塗りました。8人いてりくさんまでは3人いるので、8-3 は5。答えは5人ですね。皆さんできましたか？それでは、茨城オンラインスタディ、小学校1年生、算数、図を使って考えようの2時間目を終わりにします。皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディ、イバスタの時間です。この動画は、小学校1年生、算数、図を使って考えようの3時間目の内容です。それでは、教科書158ページを開いてください。一緒に学習問題を読んでみましょう。5人にペンを1本ずつあげました。ペンはまだ6本あります。ペンは全部で何本ありますか？今までの問題とは違って、人とペンが出てきましたね。なので、図には人とペンを書きます。また、ペンをもらった人がわかるように、もらった人とペンを線で結びましょう。それでは、図の続きをノートに書いて、式、答えを求めることにしましょう。図を書くときに、ノートのマス目が足りなくなったら、続けて脇に書くようにしましょう。それでは、一度動画を止めて、ノートに問題と、図、
式、答えを書きましょう。終わったら続きを再生してくださいね。皆さん書けましたか？それでは答えを確認しましょう。あげたペンの数が5本で、まだ6本余っているから、最初にあったペンの数は5たす6で11本ですね。ペンをもらった人とあげたペンを線でつなぐと図がわかりやすくなりますね。皆さんできましたか？それでは鉛筆問題の2を解いてみましょう。先ほどの問題と同じように、問題を図で表して式を立てましょう。では、一度動画を止めて取り組みましょう。皆さん書けましたか？それでは答えを確認しましょう。ノートは7冊あるので、7個丸を書きました。そして、5人に1冊ずつ配ったので、ノートと人を線で結びました。この図から式を考えると、残りのノートは 7-5 は2。答えは2冊になることがわかりますね。皆さんできましたか？それでは、茨城オンラインスタディ小学校1年生算数図を使って考えようの3時間目を終わりにします。